経営学、時事解説、人材育成、ビジネスメソッドをあなたに届ける新時代ストラテジーチャンネル。はい、こんにちは、シアスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は大人と子どもの境界線後編ということでお話を聞いていただきたいと思います。前回の前編ではですね、どういったことをお伝えさせていただいたかというと、子供の時は子供であるということが最善であるということですよね。子供は子供らしいと。なぜなら子供には子供のすごくこう大きな長所、メリットというのがあって、それは夢実現力が高いと。目の前の結果に対して、でこれはおかしいと、でこういうふうにあるべきだ、もしくはこういうふうにしたいという、そういうすごく大きなエネルギーがあるので、悪く言えばわがままなんですけど、よく言えば夢実現力が大きいんですね。そして何より大事なことっていうのは、欲求というのは抑えても消えないということです。欲求というのは抑えても消えない。もし欲求を消したいのであれば、その方法は一つしかなくて、その欲を満たすということですよね。お腹が空いたのであれば、そのお腹を満たすと。食べて、実際に食べてお腹を満たすと。そうすれば欲、食欲なら食欲という欲が消えていくわけですね。そうやってどん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 自分の欲っていうのを満たしながら消していくことによって、人っていうのは精神面で成長していくということですよね。だから前回は子供である時は、子供であるということがすごく大事、子供らしいと、子供らしい子供であって、今のね、何かしたいというんだったらそれを実際やる、こういうふうになりたいというんだったら実際にそういうふうになるということがすごく大事だっていうお話を聞いていただいています。で、今回はその続きの後編ということになるわけですね。大人と子供の境界線後編ということです。で、精神面で子供から大人になっていくことができるかどうかっていうのは、その子供の時に描いた、夢というのを全部叶えることができている。自分が何か欲求とか欲望があるというのであれば、それを全部満たすということをやっていくと、自然と精神面が子供から大人というふうに、成長していくということですよね。例えば子供の時に何か特定のおもちゃが欲しいと。そしたらそのおもちゃが手に入るまではずっとそのおもちゃが欲しい欲しいと思い続けるわけですよね。でも実際におもちゃを手に入れて、そのおもちゃで自分が気が済むまで遊んでしまえば、そのおもちゃで遊ぶのに飽きて、別のおもちゃを求めるわけですよね。それがある一定の年齢になると、例えば車ですよね。あんな車に乗りたいという、ものがあったならば、その車を手に入れる、もしくはその車に実際に乗るということをするまではずっとああいう車に乗りたい乗りたいって思い続けるわけですよ。で、そのね、あんな車に乗りたいっていう欲求を消す唯一の方法は、その車に実際に乗ってみるということですよね。その車に実際に乗ってみれば、あんな車に乗りたいっていう欲求は消えるわけです。こんな家に住みたい、こんな場所に住みたいというのであれば、それを実際に住めばいいわけですよね。住んでみて、そこ自分が気が済むまで、満足するまで、そういう場所に実際住んでみればいいわけです。そうすれば、あんな場所に住みたいっていう欲求っていうのは、満たされたことで消えるということです。そうして、自分が思い描いている手に入れたいものとか、もしくはなりたいものっていうのを一つ一つ確実に満たしていくということですよね。そして自分として一人の個人、一人の人間として満たしたいというものを全部一通り満たしてみると、結局精神っていうのは子供から大人に成長していくということですよね。だから子供と大人の境界線っていうのは、子供として満たしたいと思っていることを全部満たせた場合に初めて大人になっていくということですよね。もう一回繰り返すと、子供として全部満たしたいと思っていたものを全部満たすと、精神が大人へと成長していくと。で、そこに境界線があるという話ですね。なので、世間的にはその前半の部分ですよね、前回聞いていただいた前編の部分っていうお話がすごくこう世間的にはこう弱いというか、いきなり大人として正しいことっていうのを学んでいく、だから欲はいけないとかね、欲求を抑えないといけないとか、我慢しないといけないとかね、そういった考え方っていうのがなんか世間一般の常識的な考えになってるんですけど、いきなり大人にはなれないんですよ。
いきなり大人にはなれない、ね、お腹いっぱいになったからもうご飯はいいということで次のことを考えられるわけで、まだお腹が空いて仕方がない状態の時に我慢しなさいって言っても何かを食べたいという欲求は決して消えることがないんですね。だから、まあね、もし何かね、成したいことがある、やりたいことがある、ね、手に入れたいものがあるっていうんだったら、それは全部やって全部手に入れてみるということがすごく大事です。そうした時に、まあ、例えばビジネスにおいてですね、何かお金持ちになりたいという欲求があるとしたならば、やっぱりね、自分が満足するまで稼いでみるっていう体験を積むのが一番早いんですよね。お金持ちになりたいっていう欲求を持ってるのはなぜかって言ったら、自分がお金に対してまだ満たされたっていう体験をしてないからなんですよね。もう十分満足したと、満たされたという体験をしてないから、お金持ちになりたいと言って、思ってるわけなんですよ。で、お金持ちになりたいっていう、何々にしたいっていうのは、まあ、やる気ですけれども、やる気っていうのはまあ不足感なんですよね。自分としてはこれぐらい欲しいのに、実際それだけのお金が手に入ってない。それだけのお金を稼ぐことができてない。だから自分としては不足感があるので、だからその不足感を埋めるためにお金持ちになりたい、お金を稼ぎたいっていう欲求が出てくるわけなんです。で、これは極めて健全なんですよね。お腹が空いたから何か食べたいって言ってるのと全く同じで、極めて健全な欲求なんですよ。だからお金持ちになりたいって思うのは自然だし、お金をもっと稼ぎたいと思うのも極めて自然なんですね。で、その時ははっきり言ったら大人よりも子供の方が稼ぎやすいです。大人よりも子供の方が、要するに精神的な、ね、今回の大人と子供っていうのはあくまでも精神面の大人と子供ですけど、そうね、身体的とか法律的な、その18歳とかっていう話ではなくて、精神的な大人と子供っていう話なんですけど、ね、もしお金を稼ぎたいとかお金持ちになりたいっていうんだったら、それは精神的な大人よりも精神的な子供の方が稼ぎやすい。特に最初のゼロから、ね、要するに年収2000万ぐらいまでっていうのは、もう圧倒的に子供の方が稼ぎやすいです。精神がね、大人っていうのはなんかね、変にこう小難しいことを考える、ね、そういう悪い癖があるんですよね。だから お金を稼ぐためには、例えばね、使命が必要だとか、ミッションが必要だとか、理念が大事だとか、まあ、そういったことを考えたりするんですけど、ね、ぶっちゃけ、ね、自分一人が、ね、満足する、それこそこんな車に乗りたい、こんな場所に住みたい、ね、だからそのために年収2000万円ぐらい稼ぎたいとか、まあ、そういう、ね、欲求欲望だと、ね、はっきり言ったらその使命とかミッションとか理念とか、まあ、そういう、こう世間一般で言われている大事なものっていうのははっきり言っていらないんですよね。ね、いらないんですよ。ね、その自分自身が一人で満たすことができるぐらいの、まあ、規模の、まあ、夢とか欲求欲望っていうのであれば、あんまりその使命とかミッションとか理念とか、そういう小難しいことっていうのは、まあ全然いらないですよね。むしろ逆に、ね、私は使命が見つからないから、ミッションが見つからないからとかって言って、ね、考えてしまってる、要するに行動が止まってしまってる人は、まあ、かなり逆に難しいんですよね、お金持ちになるのがね。で、もし年収2000万ぐらいまでっていうのであれば、もう簡単にその使命とかミッションとかね、理念とか、まあ、そういう、こう小難しいことを一切考えないで、単純にお金が欲しいからっていうね、お金持ちになりたいからっていうぐらいの単純な動機に従える人の方がよっぽど、まあ、年収2000万ぐらいまでっていうのは早く到達することができます。ね。だからお金持ちになる、しかも自分一人で稼ぐことができる金額っていうのであれば、まあ、簡単なんですよね。論理的にはですよ。論理的にはすごく簡単なんですよ。で、何かって言えば、まあ、売れば売上が上がるっていう、ただそれだけなわけですよ。売れば売上が上がるという、ただそれだけなんですよね。もし売上が立ってないっていうんだったら、その理由はただ一つだけで、売ってないからということなんですよね。売るという、販売するという行動を取ってないから、だから売上が上がらないと。ただそれだけの話なんですよ。ね、別にその勉強してるから、ね、売上が上がるわけでもないし、なんか異業種交流会に参加してるから売上が上がるわけでもないし、なんかみんなでね、話し合ってアイデアを出し合ってるから売上が上がるわけでもないですよね。お客さんにとっては、ね、経営者が勉強してるのかどうかなんて関係ないし、ね、経営者が異業種交流会に参加してるのかとか関係ないし、ね、みんなでね、話し合ってアイデア出し合ってるのかって関係ないですよね。お客さんにとってはどうでもいいことなわけですよ。お客さんからすると、ね、お客さんが興味関心があるのは自分の、ね、問題解決がどうやったらできるのかっていう、自分の問題解決に、ね、それのことだけを考えてるわけですよね。
だからその自分の問題、抱えている問題を解決してくれたらお金を払ってくださるわけですよ。それは商品に対してなのかサービスに対してなのかは別としても、自分が今抱えている問題があって、その問題を解決してくれるというのであれば、ね、それに対してそのお金を払ってくださるわけですよね。だから要するに自分の問題が解決できるかどうかだけに興味がある、自分の欲が満たせる、自分の問題が解決できる、自分が必要としているものが手に入る、そのことだけに興味関心があって、そのことの対価としてお金を払ってくださるわけですから、だから経営者が実際例えばじゃあ自分はとりあえずまずは年収2000万ぐらいまでは稼ぎたいというのであれば、ね、必要なものを必要としている人に売ればいいんですよ。ね、これを、ね、自分が、ね、なんか自分が作ったもの、もしくはどっかから仕入れてきたもの、まあ、どちらでもいいんですけれども、ね、これは、ね、明らかにいい商品、いいサービスであると。じゃあこれを、ね、必要としている人は一体どこにいるんだろうと。でそれを必要としている人に実際必要としている商品を売る、サービスを売る、結果相手の問題解決に貢献する、そうすればお金っていうのは稼げるわけですよね。だ売れば売上が上がるってただそれだけのことなんですよ。だ売上が上がってないとしたならばそれは売ってないからですよね。ね、売る以外のことをやってるわけですよ、ね、会議とかね、飲み会とかね、その付き合いとかね、もうとにかくね、売るっていう行動をやってないんですよね。売るっていう行動をやってないから売上が上がってないだけで、ね、売れば売上が上がるわけですよ、ね、これを必要としている人に、ね、買っていただいて、で相手にその商品そのサービスを通じて問題解決していただければいいわけですから、だからこれを、ね、この商品このサービスを、これを必要としている人、これを求めている人に販売する、売る、ね、まあ、その売るという行動だけをただ一生懸命やれば、まあ、年収2000万円ぐらいまでっていうのはいくんですよね。何もその使命とかミッションとか理念とかね、そういう小難しいことを一生懸命考えてなかったとしても、ね、これ単純に人の役に立つことを一生懸命やっていれば、まあ、自然と年収2000万円ぐらいまでっていうのは今のね、世の中であれば誰だっていくわけですよね。もうそれこそ才能とか、ね、個性とか、まあ、そんなの一切いらないわけですよね。それぐらいの規模でいいというのであれば、もうそこまでは誰でもいける。だから大人よりも子供の方が、精神的に子供の方がよっぽどお金持ちにはなりやすいわけです、ね、それぐらいシンプルなことを、ね、一生懸命やりさえすれば、ね、お金持ちには今の世の中だったらはっきり言ってね、全然すごくない、普通の人だったとしてもそれぐらいだったら誰でもいけるわけですよね。だから基本的にその子供は子供のメリットっていうのはあるんですよ。まあそれぐらい物事っていうのは単純に捉えられる、ね、あ売上っていうのは売れば上がるんだから、じゃあ一生懸命売ろうと、ね、じゃあこれ求めてる人どこにいるんだろうと、ね、これ必要としてる人どこにいるんだろうと、ね、もしくは逆にこういったものが求められてるから、じゃあどうやって作ろう、もしくはどうやったら仕入れられるだろうと、まあ、とにかくその売るとか販売するっていうことにただ一点集中で取り組み続ければ、まあ、年収2000万ぐらいだったら、まあ、はっきり言って全然本人がすごくね、すごいね、才能とか能力とか持ってなかったとしても、まあ、それぐらいだったら誰でも行くということです。逆にそこまで行くってことも大事なんですね。繰り返しになるんですけど、欲求とか欲望っていうのは抑えても消えないですから、ね、我慢して、ね、忍耐したとしても消えないんですよ、ね、そのお腹空いてるんだったらお腹が、ね、満たされるまでは何かを食べたいっていう気持ちは絶対消えないんですよ。だからもう一回こういう車に乗ってみたいと思ったら、それは乗ってみるってことがすごく大事なんですよね。こういう場所に住みたいっていうんだったら一回はそういった場所に住んでみるってことが大事なんですよ。で欲を満たして欲を消していく、そしたら子供の時はこういうおもちゃが欲しいだったのが、こういう車が欲しい、こういう家が欲しいっていう風にだん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 こうね、上がっていくっていうか、まあ、規模が大きくなっていくっていうかね、まあ、欲求の段階が上がっていくわけですよね。でとりあえず自分一人としては満たしたいと思っていることを全部満たすわけですよ。自分はこういった状態になりたい、こういったものをね欲しい、こういった状態になりたいっていうんだったら、それは一回全部自分としては満たす。でその全部自分として満たすのは精神的に大人の人よりも精神的に子供の人の方がよっぽど満たしやすいということですよね。物事をシンプルに捉えられるし、すごく一点集中で、ね、夢中で取り組むことができるので、精神的に大人の人よりも精神的な子供の人の方が満たしやすいということです。でとりあえず、ね、今回の後編っていうのは、まあ、そこを満たせましたと
ね、年収2000万なら2000万ぐらいを満たせましたと。で、年収2000万ぐらいあれば、まあ、自分がやりたいことっていうのはある程度できますよね。まあ、よほど贅沢をするってことになると、まあ、難しいかもしれませんけど、本当にね、なんかね、豪華なセレブみたいな、ね、超高級な、まあ、生活をするっていうのは、ちょっと年収2000万でもまだ厳しいかもしれませんけど、まあ、世間一般の人が求めてるぐらいの基準だったらやれますよね。まあ、いわゆる好きな時に好きな場所で好きな人と好きなことを好きなように好きなだけやるっていう、そういういわゆる自由な生活っていうのは、まあ、年収2000万ぐらいあれば、まあ、実現できるわけですよ。で、それを一回実現するってことが大事なんですよね。一回自分の夢を叶えるっていうことがすごく大事です。で、そうすると、まあ、いい意味で飽きるんですよね。で、それはおもちゃ、あの子供たちのおもちゃと全く一緒で、ね、おもちゃが手に入るまでは欲しい欲しい欲しいって言ってずっと欲しがってるわけですよ、ね、で、あれ手に入れたい、あれが欲しいっていうふうに思ってるわけですよ。で、いざそのおもちゃを手に入れて、ね、自分が気が済むまで、ね、遊んだら飽きますよね、そのおもちゃでね。あんなに欲しいって言ってたのに、いざそのおもちゃで手に入って、ね、そのおもちゃで遊んだならば飽きますよね。で、これ大人も一緒なんですよ。あれほど乗りたいと思ってた車だったとしても、その車に乗るのが当たり前だったら飽きるんですよね。あんなに住みたいと思ってた場所に住めるようになると、その住みたい場所に住んでることに飽きるわけですよ。そうやって一つ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 こう飽きていくと、それはいい意味で飽きていくっていうことがすごく大事なんですね。そうすると、なんか自分がね、満たされるだけだったら物足りないなっていう状況になるわけです。で、その段階まで到達したら、もう自然と精神的には大人になっていきます。もうそれ以上ってなると、今度はもう自分が喜ぶこと以上に人が喜んでくれることに喜びを感じられるようになるんですね。なぜならもう自分自身は十分に満たされているからです。もう自分は十分に満たされてもう満足してるわけですよ。で、それ以上喜ぶってなると、まだ満たされてない人が、ね、目の前で笑顔になってくれたり、ね、もしくは感謝してくれたり、ね、ありがとうを言ってくれたりするっていう方がすごくこう、ね、嬉しくなってきたりするわけですよね。で、その段階まで行くと、もう結局、ね、自然と精神的に大人になっていくし、そこから初めて使命とかミッションとか、ね、理念とかっていうのがすごく大事になってくるんですよね。要するに、まあ、自分として、自分一個人、一人の人間一個人として満たした欲求を全部満たしてくると、まあ、もっと大きな問題解決に挑戦したくなるわけですよ。こう挑戦しなければならないっていう義務ではなくて、挑戦したくなるわけですよね。もうなんか自分としては満たしたい状態を一回全部満たすことができたので、ね、かつて夢として描いてた状態に物足りなさを感じてるわけですよ、ね、もっと大きなことをやりたい、もっと大きな社会問題の解決に自分の力を使いたい、そういったことで貢献したいっていうね、ちょっと工事の、ね、レベルの高い欲求っていうのが出てくるようになるんですよね。個人的な欲求が消えると、もっと高次の、もっと高いレベルの社会的欲求っていうのが出てくるようになるわけです。で、解決しないといけない問題が大きくなればなるだけ、大人数の協力がいりますよね。ね、まあ、例えば物理的なもので例えると分かりやすいかもしれないんですけど、で、作りたいものが大きくなればなるだけ、どうしても人との協力っていりますよね。ね、もしかしたらキャンプ用のテントぐらいだったら自分一人で組み立てられるかもしれないですけど、ダムを建設するとかってなったらもう無理ですよね。ね、ダムなんか一人で建設するはずが、できるはずがないんですよ。空港とかね。ね、あ、そういったもう巨大な建物を作りたいっていうんだったら、絶対人との協力がいるんですよ。ね、今はまあ分かりやすく目に見えるもので例えたんですけど、それはどんな分野だったとしても一緒なんですよ。自分が作りたいのが、ね、小さなものだったら自分一人でもいけるんです。しかし大きなものを、ね、やりたいと、大きいことに手がけたいっていうんだったら、これ絶対人の協力がいるんですね。で、そうするとどうしても人と協力する。自分として、例えば自分が乗りたい車に乗る、これは一人でやれるわけですよ、別に人と協力しなくてもね。で、まあ、こういった場所に住みたいって言うんだったら、それは別に自分一人でもやれるんですよ、別に人と協力しなくてもね、まあ、ある意味個人事業主レベルでも十分にいけるレベルなわけです。しかしもっと大きなことをやりたいと、ね、自分が作りたいのはね、キャンプのテントじゃないんだと、ね、ダムを作りたいんだと、空港を作りたいんだということになってくれば、今度は逆に一人ではもうどうやっても無理なわけですよ。絶対人との協力っていうのが必要になってきますよね。で、そうすると初めて使命とかミッションとかビジョン
とか、もしくは理念とかね、そういったものが必要になってくるんですよね。なんでかっていうと、人と協力するってことになると、ね、じゃあみんなでどこを目指してるのかっていう共通の目的地っていうのが必要になるし、その共通の目的地に到達するために判断する判断材料、判断基準、判断する価値観っていうのが必要になってくるわけですよね。だからビジョンとか理念とかっていうのが必要になってくるわけなんですよ。ね、一人でやるんだったらいいんですよ。自分の気ままにやればね、自分の好きなようにやればいいわけですよ。ね、これを必要としてる人がいれば、その必要の してる人に売って、ね、買ってもらってお金を払っていただければ、それでお金持ちになれるわけですから、ね、だから自分で、ね、満たしたい時っていうのは精神的な子供でも十分いけるんですけど、ね、逆に、ね、もっと大きなことを成したいということになると、今度は一人ではやれないわけですよね。その解決していきたい問題が大きくなればなるだけ、ね、やっぱり一人ではやることができないということになってくるわけですから、人との協力っていうのがどうしても必要になってくる。じゃあ人と一緒に何か力を合わせてやるってなったら、どうしても共通の目的地、私たちはどこに行きたいのか、私たちは一緒にどこに行きたいのかっていう共通の目的地っていうのが必要になるわけですよね。それがビジョンですよ。で、そしてじゃあその目的地に到達する、あの遠くに行きたいというのであれば、じゃあその遠くに行くまでの間に一個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 どういう共通の判断基準で、ね、判断していけばいいのか、どういう共通の価値観で判断していけばいいのかっていうのが理念ということになりますよね。で、それは人と協力するって段階になるとどうしても必要になってくるわけですよ。もしビジョンもないし理念もないってなれば、私たちは集まったのはいいけど、一体どこに行くために集まってるのっていうね、ことも分かんないし、じゃあいざあそこに行こうって、いやあそこに一緒に行こうってなった時に、ね、じゃあその途中途中でどういう、ね、価値観で判断していけばいいの。自分一人の個人の人生だったら自分の個人の判断基準、自分の個人の価値観で判断すればいいけれども、みんなで一緒に同じところを目指していくっていうんだったら、ね、じゃあ何を判断の拠り所、価値観の優先順位1位にすればいいのかっていうのがないと、まあ、バラバラ、みんなバラバラの方向に進んじゃうし、みんなバラバラの判断基準で判断しちゃいますよね。まあ、そうすると力を合わせるってことにはならないわけですよ。もうみんなバラバラで完全に右往の衆ということになりますよね。やっぱり力を合わせるっていう以上は、みんなが大体同じ方向に向かっている必要があるし、その同じ方向に向かって同じ目的地に、共通の目的地に到達するっていうんだったら、その途中その途中で出てくることに対してはみんなが大体同じ判断基準で判断していく必要があるわけですよね。そうなるとさすがにこうビジョンとか理念とかねっていうのが必要になってくるわけなんですよ。だからその段階っていうのは必ず抑える必要があります、ね、人っていうのはみんなねバラバラに見えて、結構成長段階っていうのは共通の過程をたどるんですね。ね、生まれたばっかりの赤ちゃんっていうのはいきなり走らないわけですよ、ね、その首が座って寝返りができるようになって、ずりばいができて、ハイハイできて、捕まり立ちができて、立てて歩けて、走れてって、みんな共通してますよね。それと同じなんですよ。自分の精神的に子供の状態の時に満たしたいと思ってた個人的な欲求欲望っていうのは、まず満たさないと本当の意味での精神的な大人っていうふうにはなれないんですね。自分でさえ、ね、自分を満たすことができないんだったら、じゃあどうして他人を満たすことができるのか。絶対無理なんですよ、ね、自分は泳ぐことができません。だけど人を泳げるようにしたいです。絶対無理なんですよ。できないんですよ。たとえ頭で情報を知ってたとしても、それは机上の空論ですよね。もし本人ができないんだったら、それは知ってても、ね、知らないのと同じなんですよ、ね、知ってるだけでは意味がないんですね。いやこういうふうにすれば泳げるって聞いたよ、ね、テレビでこう言ってた、ね、新聞でこう書いてた、雑誌にこう書いてた、こういうふうにすれば、ね、泳げるらしいよって言ったとしても、本人泳げないんだったらその情報には何の意味もないわけですよ、ね、それは精神面もそうだし、経営とか投資の面でも全く一緒ですよね。知ってることには意味がないんですよ、ね、自分がどれだけ知ってたとしても、自分ができないんだったら相手をそれで導くってことはできないんですね。もし相手を導くことができるというんだったら、やっぱり自分ができることを相手に伝える、相手もできるように導いていくことができるんです。だから結果的に、ね、まずは自分が自分を満たせるようになるんですよ、ね、自分は、ね、こういう車に乗りたいと思ってたから乗れるようになったと、自分はこういう場所に住みたいと思ってたからこういう場所に住めるようになったと、自分は好きな時に好きな場所で好きな人と好きなことを好きなように好きなだけやる、そういう自由な生活、それを実現することができたと。だったら同じようにそれを実現したいと思ってる相手をそういう状態に導いてあげるってことは十分
分にできるんですよ。本人が成し遂げてることであれば、本人が本当に実体験として成し遂げてることであれば、相手をその状態まで、その地点まで導いてあげるってことはできるんですよ。しかし本人ができないのであれば、単にね、なんかテレビとか新聞とか雑誌とかインターネットで聞いたと、知ってるという段階だったら、別に相手を教育することも導いてあげることも絶対できないんですね。だからそういう意味では、やっぱり自分が実際できるようになると、自分は首が座って寝返りが、ね、できるようになって、ずりばいできて、ハイハイできて、捕まり立ちできて、歩けて走れてという状態だったら、相手もその状態まで導いてあげることはできるので、だから順番を絶対に間違えないということですよね。自分はもしかしたら、ね、この動画を聞いてくださっているあなたは、もしかしたら精神的に子供の方がよっぽど自分の夢を叶えることができるかもしれないんですよ。自分の内から湧き上がる衝動に素直に従って、みんながね、無理だとかね、ダメだよとかね、そんなのね、夢だよとかね、元現実見た方がいいよって言ってたとしても、自分としては一生一回だから必ずこれをやりたい、これを成し遂げたいと思ってるんだったら、それに向かって自分一人でも突き進んだ方が、もしかしたらあなたが叶えたいと思ってる夢は叶えることができるかもしれないんですね。だからみんながみんな、ね、いきなりこう精神的な大人に、ね、こう一気にこうジャンプすることは絶対できないので、そのことはやっぱり繰り返し、ね、確認はし続けたいというふうに思うんですね。やっぱりみんな人には段階というものがあります。まあ、今回は、ね、後編ということなので、まあ、やっぱり精神的な大人という話になるんですけど、でもそのもしかしたら今回のお話よりも前回のお話の方が、ね、あなたの役に立つという場合もあるということは、ね、十分に承知しておいていただきたいということですよね。もし自分一人としては満たしたいことは全部満たせたと、もっと大きな社会的な問題を解決していくことで、自分はこのね、世界、この地球に貢献していきたいということであれば、やっぱり使命とかミッションとか、もしくは理念とかビジョンとかっていうのはね、すごく大事になってきます。私たちは集まったのは単に集まっただけではなくて、こういう状態を目指してるんだと、私たちは共通の目的地としてあそこに到達したいんだと、そのためにはこういう価値観でみんな一緒に判断していきましょうという、そういうビジョンとか理念っていうのがすごく大事になってくるということですよね。で、その時っていうのはやっぱり精神的な子供ではやっぱ無理なんですよ。今度は子供では無理です。ね、自分の満たしたい欲求、欲望は子供でも満たせますけど、みんなと共通で何かもっと大きな、ね、ものを目指していくってなると、今度は精神的に子供では無理ですよね。ね、あんまり自分のやりたいことだけを言って主張してわがまま言ってたとしても、単にみんなから嫌われるだけで、全く人の協力、人の力っていうのを借りることができないですからね。はっきり言って他人はもう どうにもならないんですよ、ね、相手を変えることは絶対できないんです、ね、相手の考え方、相手の言葉、行動変えることはできないんですよ。相手に自分の思い通り動いてもらうなんていうことは絶対できないんですね。まして結果なんていうのを毎回毎回ね、100発100中で自分の思い通り当てていくことなんていうのは絶対できないんですよ、ね、みんなやっぱそれぞれの人にはそれぞれの考え方、価値観があって、この世界っていうのは76億人の相互作用で動いてるし、日本に限定したとしても1億2600万人の相互作用で動いてるわけですよ。で、そんな大きなね、社会が自分の思い通りに100発100中で毎回毎回思い通り動くはずがないんですね。むしろ思い通りいかないことの方が圧倒的に多いわけですよ。ね、で、人と協力しながらもっと大きな社会的な問題、みんなに共通する、みんなに共通する大きな社会問題を解決していきたいということになったならば、自分の思い通りいかないことの方が圧倒的に多いし、その思い通りにいかない時に一回一回感情的に爆発してギャーギャーギャーっていう風に言ってたとしても、全く問題解決に近づかないわけですよね。むしろ目の前の相手は自分の思い通り動かない方が当たり前だっていう前提でいる必要があるし、結果っていうのは基本的に自分の思い通りには全くならないっていう前提でいた方が、よほどまあね、現実的なものの見方ができてるわけですよ。だけど私たちはね、共通の目標地点としてあそこを目指していて、ね、その目標地点に到達するまではこういう判断基準、みんなで共通のこの価値観、この価値観の優先順位1位で判断していきましょうということで集まってるわけですよね。だから当然大きな問題を解決しようとしたら大きな時間がかかるんですよ。で、ここは繰り返しになりますけど、大きな問題を解決しようと思ったら大きな時間がかかるんですよ。
ね、もう一回言いますけど、大きな問題を解決しようと思ったら大きな時間がかかるんですよ。ね、だから、ね、結局精神的な大人である必要があるんです。つまり自分の感情で、ね、なんかね、思い通りにいかないって言った時にギャーギャーってこう感情爆発させて、ね、ギャーギャー言ってたとしても全く大きな社会問題の解決にはつながっていかないということなんですよね。まあ、つまり待てる力っていうのがすごく大事になるわけです。ここで究極の矛盾が発生するわけですよね。自分自身は即断即決即行動で動くんですよ、ね、それはもう大前提です、ね、もう大前提。もしそれが自分が経営者であるとか指導者であるっていうんだったらもういつも率先垂範ですよね。まず自分が先頭で走る、ね、即断即決即行動で走るということです。決断力がない人は絶対に指導者にはなれないです、ね、決断力がない人は絶対指導者にはなれない。誰か先に決断してくれた人の後を後ろからついていくことしかできないんですよ。もし指導者になりたいということであれば絶対決断力っていうのはもう必須です、ね、まずは率先垂範でまず自分が決断して自分が動いてまず自分が先に走る必要があるんですよね。だから自分自身としては即断即決即行動が必要だし、即断即決即行動ができない人っていうのはそのね精神的な子供から大人に行けないんですよ。つまり年収2000万ぐらいっていうのは達成できないんですよね。だからまず自分は即断即決即行動で何事においても率先垂範でみんなが協力してくれなかったとしても自分一人でもまず動くという姿勢がすごく大事です。だから自分は自分に対して即断即決即行動を求めるんですよ。しかしね、しかし他人に対してはどれだけ気長に待てるかっていうことなんですね。ここにすごく矛盾があるんですよ。自分は即断即決即行動が大事だと思ってるから実際即断即決即行動をやるんだけど、相手に求めても相手はその通りは動かないんです、ね、人は他人を変えることはできないんですね。これはもう100回言っても1000回言ってもいいと思うんですけど、人は他人を変えることはできないんですよ。もし相手が変わったというのであればそれは他人から変えられたんじゃなくて自分が本当に変わりたいって内から変わりたいと思った時しか変わらないんですね。もし変わったというんだったらそれは自分で自分を変えたんですよ。他人が自分を変えたわけじゃなくて自分で自分を変えたんですね。だから人は他人を絶対変えられないんですよ。自分は即断即決即行動が大事だと思ってるんだけど、相手に即断即決即行動を強制することはできないんですよ。もし即断即決即行動を相手がしてくれたっていうんだったらそれは相手も自分はやっぱり即断即決即行動した方がいいなって思う、相手自身が思ったからそういう風にするだけで、基本指導者だろうが、ね、教師だろうが自分の目の前にいるたった一人の人は基本自分の思い通り動かない方が当たり前だっていう前提が大事なんですね。その前提で何か物事を発したり行動をしたりする必要があるんですよ。だから自分は即断即決即行動でやるんです。もう自分が指導者として生きていく、自分は誰かに付き従って生きていくのではなくて指導者として経営者として、ね、生きていくっていうんだったらもう生きてる限りずっと即断即決即行動で率先垂範、みんなが動かなかったとしても自分は決断して自分は動くということで先に動くということがすごく大事ですよね。リーダーというのはまさに先に動く人なんですよ。先に動くから自分の後ろを従ってくる人がいるわけですよね。だから自分は即断即決即行動なんです。しかし他人に対してはどれだけ待てるかなんですよ。結果に対してもどれだけ待てるかなんですよ。でここに矛盾があるんですね。自分は最速で動くんだけど結果はどれだけ気長に待てるかっていうことがすごく大事なんです。だからこの経営とかっていうのは投資とはもちろんですけど子育てとかってとものすごい共通点があるんですよね。だから本当にいい親だったらきっといいね投資家になれるしきっといい経営者になれるんですよ。なんでかって言ったら子育てと投資、子育てと経営っていうのはものすごい共通点があるんですよね。要するに気長じゃないとうまくいかないってことなんです。で気が長くない待てる人じゃないと、ね、いい子育てってできないんですね。いい子育てができないってことはいい投資もできないしいい組織化もできないということなんですよ、ね、子育てって一体今日やってることっていうのは子どもの人生の何年後のためなのかって話なんですよ ね。今日何かを子どものためにした、子育てをしたってした時にその子育てが本当にいい子育てだったのかどうかは一体何年後になれば分かるのかっていうことなんですよ。どんなに早くても18年後ですよね。
どんなに早くても18年後、ね、要するに0歳の赤ちゃんが18歳で、ね、子供が、ね、親元を離れて自立していくっていった時に、ね、自分の子育てっていうのがどういう子育てだったのか、ちゃんと子供が18になったら家を出て自立していってくれるのか、そして自立していくだけではなくてどういう人間として社会に出ていこうとしているのかっていうので、やっと今までの子育てがどういう子育てだったかっていう評価ができるぐらいの段階になるわけですよ。でそれがこう評価のスタート地点ですよね。実際自分の子育てが本当にどういう子育てだったのかっていう結果っていうのは、おそらく子供が40歳超えてからなんですよ。つまり40年後ってことですよね。子供が40過ぎてる時っていうのは、その40過ぎてる子供の姿を見た時に、ああこんなに立派な人間になってくれたんだっていうのであれば、親としての子育てっていうのはまあまあうまくいったのかなっていう判断ができるわけですよね。で早くて18年、ね、普通は40年ぐらい後になって初めて子育ての評価、この子がこういう人間に育ってくれてるから、あ自分の、ね、子育てっていうのはこういう子育てだったのかなということで判断することができるわけです、ね、だから子育てってめちゃくちゃ気が長いんですよね。でそれと投資っていうのは全く一緒だし、ね、それと経営っていうのは全く一緒なんですよ。今回の人を組織するっていう組織化っていうことだったり、みんなと力を合わせて協力するってことだったとしても全く同じなんですよ ね。今日明日なんかね指示命令してそれですぐねパン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 動いて結果が出るみたいな、そんなね甘い世界じゃないわけです、経営っていうのはね。ましてその人を育てるとか指導者として人を育てるとかっていうのは、そんな1日2日の話では全然ないわけですよね。だからどれぐらい先の、ね、ことのために今日一日を行動しているのかっていうことがすごく大事なわけです。でこれ大事なことなので繰り返しますけど、どれぐらい先のために今日一日の行動をやってるのかっていうことがすごく大事なんですね。どれぐらい先のために今日一日の行動をやってるかっていうことがすごく大事なんですよ、ね、今日のために今日の仕事をやってるっていうんだったら、その人はもう日給で働いてるってことですよ ね。その日のためにその日仕事してるっていうんだったら、もうその人は日給ですよ、ね、もう日給で稼げるぐらいのことしか稼げないわけですよ。もしその人は日給1万円っていうんだったら、365日毎日働いても365万円しか稼げないわけです、ね、そういう人っていうのは、ね、やっぱり今日のために今日仕事してるわけですから、日給1万円とかっていうのをもう超えないわけですよね。仮に倍の日給2万円もらったとしても、ね、もう年収700万がもう一番アッパーということになります、ね、間違っても億とかっていうのはもう絶対稼げない、稼げる、ね、見込みがないですよ ね。だから、ね、いや自分は今日一日のためじゃないんですと、ね、こう今月は何の結果が出なかったとしても1ヶ月後のために今日の仕事をやってるんですという人は月給ですよね。月給の人っていうのは日給の人よりは稼げるわけですよ。月給の人っていうのは日給の人よりは稼げる可能性を持ってます、ね、だけど自分は1年間結果出なくてもいいんですと、1年結果出なかったとしても自分は1年後にこれだけの結果が出るならば、ね、今はそのために仕事をやりますっていうんだったら、その人は年俸ですよ ね。そのプロ野球選手とかサッカー選手みたいに1年仕事をして1年後に結果が出るという年俸ですよね。1年後のために仕事をやってるってことであれば、その人は年俸制ということになります。年俸制の人は当然月給制の人よりもたくさんもらって当たり前なんですよ。自分は1年後のために今この瞬間このね最善のことをやってますっていう人だったら、当然年俸制だから月給制の人よりもたくさんもらっても当たり前なんですよ。だけどそれをどれだけ長くできるかなんですよ、ね、自分は3年後のために今日これをやってますと、自分は5年後のために今日これをやってますと、今自分は10年後のためにこれをやってますと、自分は20年後のために今これをやってますと、自分は生きてる間にこれを成したいからこれをやってますというふうにどれだけ長くしていくことができるかなんですね。でそれを長くできれば長くできるだけ、結果的にその人は莫大な結果、大きな結果っていうのをもたらすことができるんです。なんでかって言ったら、時間が長くかかればかかるだけ、ね、時間を味方につけて複利が働くからですよね。1.2×1.2×1.2× っていうのが働いてくるので、ね、時間が味方につけばつくだけ、自分は1年でやりたいっていう人よりは3年でやりたいっていう人の方が時間が味方につくので、それだけ大きな結果っていうのを出しやすいわけです。自分は3年後のためじゃなくて10年後のためにこれをやってるんだっていうんだったら、その人は10年っていう時間を味方につけることになるので、それだけ大きな結果を出していくことができるんですよね。でそれが本当に大きなことを成す人なんですよ。だから子育て考
感覚のある本当になんかいい親っていう人であればいい投資家にはなりやすいしいい経営者にはなりやすいんですね。基本的にその子育てと投資と経営っていうのは、ね、気長に待つというそういう共通点があるんですよ、ね、もう今日一日ね何か子供のためにやってあげたから子供がどうなるとかっていう問題じゃないんですよね。この子は18の時に一体どんな人間になってるんだろう、この子は30の時にどんな人間になってるんだろう、この子は40の時にどんな人間になってるんだろうっていうそういう30年40年後を楽しみにやっていくのが本当の子育てであり、それが本当の投資であり、それが本当の経営なんですよね。もしくはその人を、ね、雇用して組織化する、みんなで力を合わせて協力して何か物事を成していくっていうことなわけですよ。逆にそういう気概がないんだったら一人でいいわけですよ、ね、一人で年収2000万とか3000万とか稼げば結構気楽にね、ある程度こうのんびりとした自由な生活っていうのはできるわけですから、何もねみんなで力を合わせる必要なんか全然ないし、みんなでね、話し合って共通の目的地ビジョンを設定したり、みんなでね判断する判断基準理念とかっていうのを考える必要もないですよね。自分一人でやるんだったらね、もちろんそれはそれで一つのね自由気ままな一つの人生という選択肢ではありますけれども、精神的にそれは子供でね一生終わるということです。大人であればやっぱりね、より大きな社会問題の解決に対してより大きな、多くの人との力を合わせていくっていう協力関係っていうのをやっぱり作っていくっていう必要があるわけですよね。そうした時に、ね、それを自分が成し遂げたいことが大きいものであれば、自分自身は即断即決即行動で早く動くんだけど、最速で動くんだけど、目の前の相手に対してはどれだけ長い期間待ってあげられるか、そしてどれだけ結果が出るのに長く待つことができるか、ね、その矛盾ですよね。自分は最速だけど結果はものすごい気長に待つというその矛盾っていうのを広げることができればできるだけ、その矛盾が大きければ大きいだけその人は精神的に大人であるということにが言えます。つまり精神的に大人っていう人は待つ力がやっぱり強いということですよね。なのでその境界線という意味では子どもとして、ね、満たしたい欲求というのを全部満たした時に初めて大人っていうのが始まっていく、そこが境界線になるわけですけど、じゃあ大人のメリット、大人であることのメリットっていうのは何かって言えば、もうそれは一つしかないわけですよ。自分一人では成し遂げることができなかったであろうものすごく大きな問題解決をすることができる、結果、まあ、解決した問題が大きければ当然その人が受け取る、ね、成果っていう成功の果実っていうのも当然大きなものになりますから、だから精神的な大人で自分自身は最速で動くんだけど、即断即決即行動で動くんだけど、いかに人に対しては待ってあげることができるか、そしていかに出す結果に対しては待つことができるか、その差っていうのを上げて待つ力をつければつけるだけ、自分がね時間を味方につけて大きな時間の中で長い時間の中で複利を働かして、時間を味方につけながら複利を働かすことで、もうね今のこの瞬間この時点では想像できなかったぐらいはるかに大きな成功っていうのを収めていくことができるというお話です。はい、今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであればぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね4つの無料プレゼントというご案内をさせていただいていますね、なのでぜひこの機会にメルマガを登録して4つの無料プレゼントをお受け取りいただければというふうに思っています。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。